今日もですね、動画を見た時ありがとうございます。僕はいつもですね、埼玉県越谷市のですね、越谷能楽堂っていうところの場所をここですね、借りてやってるんです。でちょっと隣ね、今日は能のね、こう練習みたいなのをしてるので、ちょっとこう声がうるさいんですけれど、ちょっとねそこをご了承ください。で、9月からですね、9月の4日、18日、毎週というか第1、第3の木曜日なんですけど、午後2時から3時までですね、加須市の方のね、麦蔵っていうところ、麦蔵っていうのかな、麦の蔵って書いて、ところでですね、ヨガをですね、施設の中で教えることになってます。はい、もしですね、来れる方、ぜひですね、加須市麦蔵というところでね、やりますので、お近くの方よろしくお願いします。でもう一つですね、6日と20日なんですけど、第1、第3土曜日ですね、午後3時から4時まで、はい、こちらも同じく加須市なんですけど、この久しと書いて上下の上ですね、久したっていうと思うんですけど、こちらの方ですね、やっぱり施設の、午後3時から午後4時まで行えますので、いつもですね、いろんなね5分ヨガを載せてますけれど、これがどうやってですね、こう始まって、こうどうつながってですね、どう終わるのか、これは動画だとね、なかなか動画っていうか体験しないとね、ちょっと分かりませんので、例えばこうイライラするとか、こうなかなかね、私立ってることできないんですっていう方でも、寝ててもですね、座っててもできるような、年配者向けっていうものではないんですけれど、まあ誰でも簡単にできるようなヨガをお伝えしたいと思います。またですね、こういつもね、こう集中できないよっていう方、自分の体に意識を向けてくださいなんて、ヨガでこう言う方いらっしゃいますけれど、まあ、僕も言う時あるんですけれど、その時にですね、なかなか集中できないっていう方のために、一つですね、今回は心理テクニックじゃないんですけど、ちょっと変わったですねヨガお伝えしたいと思います。もしよかったらよろしくお願いします。ありがとうございます。